AKB48 卒業します。最後の一期生峯岸みなみ卒業コンサート2020年4月2日開催。延期！卒業発表から531日、ついに17ライブプレゼンツ AKB48 50th アニバーサリーライブ峯岸みなみ卒業コンサート。さらに翌日はチーム8全国ツアーファイナル、同日夜は AKB48 単独コンサート。会場は神奈川県ピアアリーナ MM。みーちゃん、はい、ね、もう去年コンサートが毎回延期になってしまって、うん、本当のコンサートだった日から531日経っての、うん、やっと開催になるわけですけど、ですね、いやちょっとあの告知映像、うん、あの関係ない卒業生の V 多いなって一瞬思いましたけどそれはまあ、ね、まあ、よしとして、あのやっとこうやって嬉しい報告ができて、うんうん、私自身も本当に嬉しいです、ね、はい、待っててくださった皆さんありがとうございます、うん。峯岸みなみ卒業コンサート桜の咲かない春はないが5月22日の土曜日17時30分から行われます。桜の咲かない春はない、はい、サブタイトルおしゃれですね、みんちゃんみーよもね、一緒の場で一緒に考えてくれたんですけども、でもね、みーちゃんが出た、みーちゃんから出た案だもんね。そう、自分で考えさせていただきました、うん、まあなんかいろいろあって、なかなか世の中の人みんなね元気なかったり、自分も去年あの春に卒業できなかったっていうのはありますけど、でも春が来たら桜が咲いてまたみんなを笑顔にするよみたいなね、メッセージを込めて、ちょっと遅めの桜ですが、ぜひ皆さん見に来てほしいなと思います。そしてみーちゃん、はい、ね、うん、改めて聞きますけども、やっと、はい、やっとですね。いやでも本当に、まあ、卒業発表から考えたらもう1年4ヶ月ぐらい今経ってて、でそうだな、卒業コンサートをやる予定だったところから1年ぐらいかになるんですけど、うんうんうん、あのでも本当この1年卒業しなかった、延期になった1年ですごくこう自分の中でもいろいろ成長できたなって思うこととか、あのお仕事増えたりとかして、その AKB にすごく感謝してる、このなんだろう、延期の1年があってすごい良かったなって今ではすごい思ってるので、もうひっくるめて恩返しできるようなコンサートにできたらいいなと思いますし、うんうんうん、あのコンサートが終わったら多分人生で一番美味しいお酒が飲めるんじゃないかなっていうのを、ね、楽しみにして頑張りたいと思います。今もう400何日447ぐらい、すごいだと思う、それぐらいだと思います今ね。え、本当にまあじゃあ誰と乾杯したいとかありますか、一番最初。いやだからさ、本当は打ち上げでみんなでね、うん、とかしたいけど今あんまり集まっちゃいけないみたいなのもあるんで、うん、うね、もう一人決めるとしたら、え、一人決めるとしたら一人、え、みーちゃんの身の回りの人一人だけ決めて、一人だけ、うわ難しいっす待って、私友達いっぱいいるんだよそうだね、誰だろう、一人小島さん、にゃんにゃんな、ノリ悪いやん違うんだ、お酒飲んでくれ、高見田さんとかなって、別に家庭があるから早く貸して家庭そうね、誰だろうな、あでも本当にミーヨンかもしれない、えなんで、嬉しい、いやなんかやっぱ総監督としてねいろいろ背負ってそばにもいて支えてくれてるので、やった、一番いいお酒が飲めそう、うわ嬉しい、うん、まあ選ぶならだけどね、別にまあねそうね、ちょっと嬉しくなっちゃった本当にたくさんたくさんお待たせしてしまいましたが、この会えなかった時間が逆にこうね、うん、愛を育てて気分を盛り上げて、あやっと会えたなって、ここまで待ってよかったなって思ってもらえるようなコンサート、3個とも全部そういう風になると思いますので、皆さんぜひ久しぶりに AKB48 に会いに来てください、よろしくお願いします